バンコクの T2BKK です、今日は、僕がいつもね、来ている、タイの床屋さんに来ています。もともとね、全体的に全部床屋さんだったんですけど、このご時世ヘアカットをするお客さんも減ってきて、半分お店は、床屋さんをやりつつ、半分、お食事どころというか、ね、タイのタイ料理、まあ、本当にタイのシンプルなね、お昼ご飯とかですね、そういうのをね、床屋さんをやりながらお食事も作るっていうね。みんなね、だからこうやってね、なんとかね、生き残るじゃないけど、サバイバルのためにね、みんな一生懸命頑張ってますよね。で、お店はの入り口にはね、必ずこうやってタイのね、前国王陛下の写真がね、必ず貼ってあるというね、非常に、素晴らしい。表からね、こう撮ると一食20バーツですよ。60円か70円ぐらいで一食頼めるというね。これは鶏肉かな。これは、ひき肉の料理ですね。これもひき肉の、まああれだけど、こっちの方が辛くて、こっちは多分あんまり辛くないやつに目玉焼きを乗せて、これでみんなお昼終わりっていうね。はーい、頑張ってね。 OK、 サンキュー。はーい、サービスカー。